誰がユリアの墓に花？それはリンとバットが。よかった。ここで待っていれば必ずあなたに会えると。何かあったのか？リンとバット二人の結婚式が執り行われたその日。リン、お前の俺に向けられた愛は偽りの愛。海王に憑かれた士官伯のために生まれた愛なのだ。お前が真に愛すべきはケンシロウなのだ。バットはその剣でリンの記憶を奪った。士官伯が破れないなら全てを空白に戻そうと。それからバットはリンを連れて旅に。あなたとの思い出をリンによみがえらせるため。ケン、お願い、二人を追って。リンにはケンが必要なの。それがリンだったら、きっとユリアさんも許してくれる。ユリア。あなたと暮らしたここでの短い間、本当に本当に平和で、夢のように幸せでした。だからもう私のことを忘れて、これからもいいちゃん、お願い、私にも分かるの。いいちゃん、地図に剣のこと、リンちゃんにその幸せをお願い。分かった。行ってくれるのね、二人のところへ。いや、二度と二人の前に姿を現すことはない。ケン、なぜあなたって人は女の心がわからないの？バットだってリンの心がわかっているから、自分のリンへの愛を犠牲にしてもリンのために。そのバットの心ゆえに俺には思い出が多すぎる。戦い散っていった友達がいる。記憶が。ならば二人とも今は空白。何が起ころうが今からの歴史。ありがとう。このまま空白から二人の愛が芽生えればいいのだ。あえて二人の記憶を蘇らせることはない。ユリアさんが剣をリンの元へ。
をしている？嫌がってるんだ、話してやれ。誰に向かって口聞いてんだ、この野郎。大丈夫だ。剣は記憶を失っても、怒りや優しさ、そして北斗神拳も失っていない。これで俺の役目は終わった。あとは天が二人の道を切り開こう。リン、その男から離れてはならぬ。その男こそお前が愛すべき男。マミヤさん、バット、本当にこれでいいのね？愛する女の幸せを願ってこそ男。かつてレイがあんたの幸せを願ったように。どうせ当てのない旅、あんたを送っていこう。バット、この町は野盗に襲われたようね。あちこちに怪我人がいるわ。もうみんな助からねえって。無駄なことやめてとっとと逃げようぜ。かわいいわね、バット。昔のリンちゃんとあなたみたい。おい待てよ。たく、世話の焼ける。バット、あの女の子の悲鳴だわ。ガキだ、死にたくなきゃ突っ込んでろ。レア、誰か助けて。やめろ。ほら言わんこっちゃね。だから逃げろって言ったんだよ。でも苦しむ人を放っておけない。待って。ああ、もう放っておけ。あんなガキ知るかって。素直になれ。本当は気になるんだろ。さあ俺と一緒に追いかけよう。お、こんなところにガキと女が。こっちゃ来い、可愛がってやるぜ。やべ、あいつら閉じ込められたじゃねえか。落ち着け、マミヤさんがいるからしばらくは大丈夫だ。でもよ、なあ、俺についてきてくれ。なんだか剣との旅を思い出すな。ん？何ぼーっとしてんだ、さっさと行くぜ。この先は兵が監視してる。あんた、見つからずに奥に行けるか？任せろ。後ろから襲えば騒ぎを起こさずに済む。あそこだ。あの場所から奥に進もう。あの扉はこっちから開かねえんだ。俺が裏に回って開けてやるから待ってろよ。ああ、なんとなくだが、足元には気をつけろよ。で、なんでこんなところに缶があんだよ。なんだあのガキは。ったく、言わんこっちゃねえ。待ってろ、今助けてやる。悪い、助かったぜ。でも
を開けてやるからな。無茶するな。こっちだ。俺もあんたみたいに強くなりたいぜ。アミヤさん、思いもかけず幼い日の思い出が蘇ったよ。でも感傷に浸っている暇はないわ。この先は確か凶暴なゾルド軍の縄張りのはず。あれは軍の将がやられている。皆腕が立つ屈強な男たちのはずだが。バット、あの男はまだ息がある。ボルゲ、この世になぜあんなに喧嘩、悪魔でさえ顔するか。ボルゲ、あのボルゲが生きていたか。おそらくあのゾルド軍の処刑は剣をおびき寄せるためのもの。ボルゲの閉ざされた嫁は剣が奪ったのだ。奴の執念の矛先は剣に向けられている。ボルゲ、奴は危険だ。全てを忘れてしまった剣には。バット、何を。やっと俺の死に場所が見つかったようだ。幸いボルゲは目が見えぬ。胸に7つの傷をつければ俺が倒れてもこの傷を調べ剣と思う。俺がボルゲを倒せればそれでよい。俺は剣に合わなければおそらくコソ泥のまま野垂れ死にしていたであろう。剣のために、そして俺に愛という光を教えてくれた凛のために。俺はボルゲの居城に向かう。マミヤさん、あんたは残ってくれ。うん、一緒に行くわ。その胸の傷の状態も気になるし。しないで、一旦あそこで休みましょう。ボルゲと戦うだろう。バット、あなたは本当に死ぬ気で。俺に少しでも友情を感じているのならこのことは決して剣には知らせないでくれ。ケンシロウが現れて、本当にケンシロウか。
間違いありません。胸に鮮やかな7つの傷が。目だけではまだ足りぬようだな、ボルゲ。聞こえるか、ケンシロウ。この脈打つ鼓動が、あこのボルゲの全身が貴様に復讐できる喜びに打ち震えておるわ。ならばその鼓動を永久に止めてやろう。この数年間、貴様を殺すためあらゆる秘技を浴び出し完成した。味わうがいいわ。奴の術中に耳だ。奴の耳を閉ざさねば。いや、ボルゲに打つ手なし。何貴様、右腕を隠していたのか。ボーカメ、まんまで引っかかってりゃ。あはははは、それの恨みは今無情の喜びに変わっている。いや、剣にはなれない。誰かと会っている。少年だ。少年がいた。